はい、本日はジョン・シピン選手、長髪そしてヒゲでね、ライオン丸とニックネームがついておりました太陽時代のホームランでございますね。そしてジャイアンツ移籍室ではね、一点長髪もね切ってヒゲも剃ってすっきりしたね顔出しでね、まさにビフォーアフターでございますね。72年ですね、こちらね、メジャーヤンキースのね、三塁手としてもね、活躍したボイヤー選手を太陽がね、まあ、獲得したわけなんですが、まあ、前年はですね、まあ、マイナーでね、プレーをしていた時のですね、チームメイトのセカンドにですね、ジョン・シピン選手がいたわけで、ね、ボイヤー選手のね、推薦で、シピン選手もね、来日するわけなんですよ。シピン選手ね、来日1年目から活躍するわけで、120試合で2割7分9厘、22本塁打の、ね、成績を残すわけでね、こちらジャイアンツのね、保留地投手から放った一発でございますね。そしてですね、シピン選手と言いますとね、やはりね、セカンドの、ね、守備も良くてね、このセカンドの送球なんかね、結構矢のような送球っていうか、速いじゃないですか。当時ファーストを守っておりましたね、こちらのね、まあ、タコ足でね、こうパッと取るね、名手松原誠選手がですね、シピンの送球で、ね、早くて痛いってね、ちょっと嫌がってたというね、お話もあるんですよ。そしてですね、ショートを守っておりました、こちら、米田圭三郎選手とのね、二遊間。そしてね、米田選手の後は今度はこちらですね、山下大輔選手とのね、二遊間コンビはですね、併殺率がね、高いね、二遊間コンビだったわけで、スピン選手もですね、入団1年目の72年、73年とですね、ダイヤモンドグラブ賞をね、2年連続でね、受賞されているわけなんですよ。2年目ね、打撃の方も好調で、123試合で2割9分5厘、33本塁打とね、2年連続ベスト9にもね、輝いたわけなんですよ。まさにですね、セカンドを守ってね、打ってよし、守ってよしのね、外国人助っ人ってね、なかなかいないですよね。やはりその陰にはね、こちらのね、ボイヤー選手のね、存在が大きかったようなんですよね。まあね、シピン選手ね、この風貌じゃないですか、結構ね、破天荒な感じでね、まあ、監督のね、言うことを聞かなかったりとかいう風な選手だったんですが、ボイヤー選手の言うことに関してはですね、イエッサーとね、まあ、ね、すごいね、素直だったそうなんですよ。そしてね、こちら、ボイヤー選手もね、ホームランを打つわけじゃないですか。この2人のね、助っ人、なかなかいいですよね。そしてね、ボイヤーが打てばシピンもということでね、アニア投手からシピン選手ね、これまた一発を放つわけでございます。3年目は115試合で初の3割超え、3割6厘、25本塁打とね、ボイヤー選手もね、一緒になって喜んでいますね。なんかね、2人の関係性が垣間見れるね、瞬間ですね。4年目75年は130試合全試合に出場、そしてね、2割9分5厘、34本塁打のね、成績を残すわけでね、来日ね、1年目からね、ほんとね、コンスタントなね、成績を残してますよね。ここ数年ね、外国人のね、バッターってね、なかなかいい選手ね、日本来ないんでね、こんなね、シピン選手みたいな選手ね、やっぱりね、今でもね、欲しいですよね。5年目のね、76年は、なんか腰痛の影響もあって、まあね、ボイヤーはね、この年からね、まあ、コーチをやっていたわけなんですがね、ボイヤーの進言でね、後半からね、外野を守ることになりましてね、まあ、セカンド65試合、外野でも47試合ということで、トータル111試合で3割7厘、3人本塁打のね、成績を残すわけなんですよ。しかしですね、ボイヤーが退団しましたね、6年目の77年にはね、またセカンドに戻るわけなんですがね、やはりね、ボイヤーのことしか聞かないですかね、129試合でね、3割1分22本塁打のね、成績を残すわけなんですよね。そしてね、来日7年目78年には金銭トレードでね、ジャイアンツに移籍するわけなんですがね、あのライオン丸の風貌がね、こう髪は短く切ってね、ひげを剃ってね、紳士たるというね、巨人に、ね、入団するとね、こうも変わるのかというぐらいね、まあ、ビフォーアフター売りはね、すごいですよね。シピン選手ね、対応時ではですね、こちらジャイアンツの小川邦和投手をね、苦手としていたわけで、あのサイドスローからのね、投球にね、手こずっていたわけなんでね、巨人移籍でね、対戦しなくて済むなと思っていたらね、まあ、78年からね、小川投手はですね、アメリカにね、渡っちゃったんですよ。一方、こちら、ジャイアンツのね、法人投手はですね、シピン選手が苦手だったんでね、ジャイアンツ移籍してきてくれて、味方になって嬉しかったというお話なんですね。シピン選手の、ね、放出の裏にはですね、あの腰痛の影響でね、セカンドの守備がということでね、代わりにね、取ってきたのがこちらのミアン選手なんですが、ミアン選手はですね、もうメジャー時代にね、なんか肩を痛めてたということで、なかなかね、セカンド守備でもね、肩が良くないわけでね、まあ、当時ね、私の友達なんかね、あのミアンはね、セカンドおるけどね、ゲッツーが取れんとかなんて言ってる、ちょっとね、小馬鹿にしていたね、記憶があるわけなんですよ。まあ、そんなミアン選手もですね、まあ、
シピン選手くらいだったらね、長打力がないわけでね、120試合でね、2割8分7厘2本塁打でしょ。翌年もね、98試合と試合数少ない中でね、規定打席にもね、なんとかね、ちょい足すぐらいでね、足したわけで、首位打者なんですよね。3割4分6厘36歳ということなんですけどね、まあその年もホームラン6本とね、まああんまり守れないしね、そこまでね、パワーもないっていう感じのね、選手でしたよね。一方、シピン選手ですね、張本王に次ぐ5番ライトということでね、外野ね、守ることがね、メインになったわけなんですよ。移籍1年目はですね。そして116試合で3割1分5厘16本塁打の、ね、活躍をするわけなんですよ。ホームランはね、16本と減るわけなんですがね、3割はですね、3年連続というのはね、やはり素晴らしいですよね。巨人はね、長髪とかひげが禁止だったわけで、ね、当時ね、うわ、すごいな、シピンってなんか本当ね、変わったな、優等生になったのかなと思ったりね、してたんですがね、こちらね、門田投手のね、内角のね、この攻めにね、激高するシーンなんかはね、やはりね、性格はね、変わんないっていうところですよね。そしてですね、来日じゃないわ、ジャイアンツ移籍2年目のね、79年にはね、こちらのね、土井選手が引退したということもありましてね、またセカンドにね、戻るわけなんですよ。そして117試合で3割1分3厘27本塁打の活躍、4年連続5回目の、ね、3割を、ね、マークするからね、なかなか、ね、素晴らしい、ね、外国人助っ人ですよ ね。これ8年目ですからね、長くやってますからね。しかし翌年はですね、セカンドの、ね、守備の衰えなんかもあるわけで、こちらの、ね、篠塚選手が台頭する、そんなこともありまして、篠塚選手は、ね、セカンドで90試合に対しまして、シピン選手は、ね、セカンドで55試合、トータルでも75試合で2割2分4厘9本塁打の、ね、成績に、ね、終わってしまうわけなんですよ。契約はですね、翌81年まで残っていたようなんですけれどもね、なんとね、功労金1000万円を、ね、支払ってね、退団というわけなんですよ。まあね、その背景にはね、先ほどの篠塚選手以外にもですね、前年79年途中からサードのポジションを掴んでね、この80年もね、124試合に出場しました中畑清選手、そしてですね、秋のドラフト会議ではですね、原辰徳選手を、ね、1位指名してね、見事抽選の結果ジャイアンツ引き当てたわけじゃないですか。そういった感じでね、ジャイアンツね、内野の若返りということもね、あったんじゃないですかね。34歳でね、引退されたシピン選手はですね、まあ、不動産業なんかをやられて、なんか現在ですね、まあ、バッティングセンターの、ね、経営なんかもね、されているようですね。そしてですね、当時ね、やはりね、このね、太陽時代とね、巨人移籍してからのね、この風貌の変わり具合っていうのはね、ほんとね、驚いた記憶ありますよね。そしてですね、日本ではなんとね、9年間プレーするわけで、通算でも1036試合で1124安打、218本塁打、打率2割9分7厘のね、成績を残されております。打率3割はね、4年連続5回マーク、そしてですね、20本本塁打以上はね、7回マークでね、まあベストナインやね、ダイヤモンドグラブ賞にも選ばれるね、セカンドの守備とね、攻守にね、渡ってね、活躍したら、なかなかね、こんな助っ人ね、いないですよね。本日は太陽ではライオン丸、巨人ではね、なんて呼んだらいいか分かんないですけどね、活躍されました、ジョン・シピン選手でございました。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。では、